本に高輪ゲートウェイ駅ってあるじゃないですか。高輪ゲートウェイ駅の新ストリートピアノ制作記念のピアニストとして演奏させていただくことになりました。ということで、実は去年演奏させていただいてきたんですけど、このイベント僕が出演するという告知は直前の3日前だったのに、なんと500人もの方が会場に来てくださいました。ありがとうございます。ストリートピアノのはずが数百人のライブ会場に。野外でのイベント晴れで始まったと思ったんですが、ハプニングが起きまして、演奏開始直後にゲリラ豪雨がザーって降ってきたんですよね。ちょっとその映像をご覧ください。演奏中ですけど、皆さん全然そのまま雨宿りとか言っていただいて大丈夫なのに、その場で聞いてくださったんですよね。本当にありがとうございます。はい、そしてこの演奏の後虹が出たんですけど、なんと虹が3つも同時に出てました。そんなことあるんだと思って動画回したんですけど、見える？うん、綺麗。え、3つじゃないですか。嘘、これと上が2つなんだ。虹が3つ出ている間に急いで虹の曲を3曲弾いてみようと思います。さすがに演奏をカメラで撮っていただいたその別カメラの方には映ってなかったんですが、それを実況していきたいと思います。虹が3つ出ている間にお客さんの前で虹の曲3曲即興でメドレーにして弾けるのか。ゲリラ豪雨からかなり一気に晴れて、もう結構すっきりかかっちゃいそうなんですけど、急いで曲を弾き始めます。虹も、まあ、目視できなくなったけど、音の環境のように残っててほしいからありますので、ちょっと隠してゆっくり消えていきます。まずはアクアタイムズさんの虹を演奏します。虹が3つ出てるうちにこの虹メドレーを弾き切ったら日本初の偉業ですよ。
で1個消えた。あれ、ちょうどいいところにペットボトルがあるぞ。ということで、虹の曲3曲メドレーにして演奏してみました。自然現象とのピアノの掛け合わせ、いろいろやってみたいんですけど、なかなかうまくいかないですね。演奏終了時点で虹は1個と半分くらい、残ってましたが、もうほぼ見えない感じになってしまっていました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。